はい、マックルクロスケです。これはなんだ、お黄色じゃないね、オレンジっぽい一翼ですね。ははー、ってことはここかここかここに出るということだな。どこに出るか見てみますかという前に、ああこれ再沸きさせますね。これね、一応第一便で来てるから多分再沸きすると思います。再沸きしたやつが4100万クラスだと4つ開いてるのが見えると思いますんで、はい、やっぱり来ましたね第一波。あ、これで見えた、ここだ。これが一グループ、あとはこれとこれということは、これ多分4100万ぐらいしてんじゃない。なんかまず調子悪いんだよね。3350万。実はね、今のこれがさ、これがさ、スーパーチャージ2個なんですよ。 そしてこことこっちに行こう、ちょうど同じ感じじゃないですか。それで攻撃力がね、65000飛び95、楽勝でセンチネルの母艦叩けます。でハイパーが2300、防御が437ってことで、かえってねバランス取れてていいんですよね、こっちのがね。下手に攻撃力だけめちゃくちゃ高くて、あのハイパーとか防御がドスンと低いよりはいいみたいです。完全に同じ感じになると思います。まあもちろんあのモジュールいいのつけないとそのくらいになりませんけどね。ということです、よかったらお使いください。今日はねすごいことが起きたんですよ、実はね。まあ、動画に載せようかな、この後半にちょっと貼り付けるかもしれないけどね。あのスペースレスキューでさ、センチネルの母艦を助けてさ、でセンチネルの母艦に入って、で報奨金をもらって出たらね、なんとそこに赤いイカがね止まってたんですよ。飛来してたんです。でそこの整形で、もしかしたらじゃあ自分の輸送船にも、輸送船じゃない貨物船にも来るかなと思ってね、11回ぐらい粘ったけど来なかったんだよね、残念なことに。はい、マックルクロスケです。これね、多分皆さんも初めてじゃないかな、こういうこと。スペースレスキューでね、来た艦の中にイカが飛んできたんですよ。これはね、皆さん、ああここ開ければここの中に出てくるのかな。綺麗な赤。いやーこれさ、スペースレスキューじゃないと出ないのかな。一応ねポータルはここなんですけどね、自分
分の缶にも飛んでくるかな、飛来するかな。これスペースレスキューで助けたセンチネル缶なんですよ。センチネル缶大嫌い。ちょっとさ、それじゃあ自分の缶にも来るかどうかやってみるか。ただな、1機しか入れないはずだからね、今手持ちが多すぎてさ。だからあの森先に置かなきゃないか。いや、これあれあれ、あのセンチネル缶の中で出た、あれれれれ、焦ってる。いや、もしこれで湧くんだったらね、皆さんにお知らせできるんだけど、びっくりですよ。この間のはね、オレンジ色でしたね、赤じゃなくてね。あれれれ、今帰ってきたばっかりでまだ着替えもしてない。これですぐ飛来してきたら面白いけどね。可能性としてはあるよね。うん、動きもう入ったな。残念。何回で来るでしょう。これで1回。さて、そういうことです。ここ取ったっけ。こんな、あ、ちょっとなんかハレーションが起きてる。こんな感じの1億です。まったね。今日なんか疲れた。黒黒助でした。